はい、どうも、ジールです。ビーバスガチャが更新されているので、なんかすごい情報出ております。こちら !8 月17日9時30分より、プロジェクト世界ワンダチャンネル第35回生配信決定ということで、ガチャ更新日に最新情報を合わせるなということで、なんとね、情報が出ております。はい、今回も早めですね。ということで、8月17日1週間後にワンダッシュチャンネルがあります。今回はね、声優さんの方で、MC として、ルイ君役のトキさん、ゲスト MC としてしずくさん役の本泉さん、さらにゲストとしてアンちゃん役のジェナさんとエナナン役のみのりさんが登場します。はい、ということで今回なかなか楽しいワンダショチャンネルになりそうなメンバーが揃ってますね。トキさん、本泉さん、ジェナさん、なかなか荒れそうな感じがします。楽しみにしておきましょう。はい、ということで今回メンバー発表されたんですけど、箱イベに関しては、ワンダショの方で箱イベが一応終わりとなるので、混合イベントが入ることになると思います。で、混合イベントに関係しているメンバーなのかなと思ったんですが、まあ一つは多分、1の A が来るだろうと言われていて、まあ、そこでアンちゃんがね、来る可能性高いので、もしかしたらアンちゃんバナーのイベントが来るかもしれないです。そしてもう一つのイベントに関しては、今割と錯綜してて、アキトくんが来るんじゃないかって言われたら星4で登場してしまったため、まあ、ここはちょっと予想が難しいところです。それ以外だと3周年周りの情報、プロサガ感謝祭の続報だったりとかね、多分3周年のスペシャル生放送的なのがあると思うんで、それについてのお話が出てくるんじゃないかなと思います。あとは今回も開催されております、プロセカ×ボカコレのボカセカですね。こちらは先日ね、ランキングとかの方が発表されましたので、トップ100ランキング1位の楽曲であるリレイアウターと、ルーキーランキング1位の楽曲である踊ろぼが、多分プロセカに収録されることになると思うので、その辺のね情報発表もあるかなと思います。ちなみにボカセカの、採用作品については2024年の2月頃にね実装予定とのことです。はい、ということで今回簡単ではありますが最新情報について見ていきました。9月の混合イベント、皆さんどういったイベント、どういったメンバーが星4で来ると思いますか？よければね予想をコメント欄で教えてください。ではでは今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。